あゆぼわーん、まるまるゆいまるです。ぶひあゆぼわーん、ざるざるきざるです。むしゅよー、イエーイ。私実はファッション YouTuber なんですよね。そうなのかい。わしたちの考察をしてるもんだと思ってたけどもね、ファッションもやってるのかい。はい、怖いね、この器用さ。さすがドラゴンの息子。あ、ドラゴンの息子、ね、違うのかい。あ、違うのかい。本当はファッション系あげたかったんですけど、うん、考えるのに200時間ぐらいかかっちゃって。おっとっと、ベルベックマン。まあ、今回はキザルさんにコーデを送ってもらったじゃないですか。あ、それはね、私服を、うん、わしの私服、これ私服じゃないからね。そうですね、これはあの仕事するときに着てるわけであって、キザルさんの私服チェックをしていきたいと思います。あ、そうだね。さあ、わしの私服を出しましょう。戦国さん、わしの私服を出しましょう。出しましょう。よし、まずこちらです。ででん。オーバーオール似合いますね。あ、本当かい、はい、これはわしが、まあそうね、近所のコンビニとかに行くときに。田植えとかじゃないんですね。ん、田植え、はい、田植えをしてるわけではないね。あの、オーバーオールを簡単におしゃれに見せるアイテムっていうのがあるんですけど。わかります？わかんない。ニット帽。ニット帽、ニット帽、化け物じみてて。それがニット帽を合わせたんですけど、私がおしゃれになってる。わし、わし、ほんとだ。こうやってニット帽をね、合わせるだけでおしゃれっぽくなるので、とりあえずオーバーオール着て、なんか足んないなと思ったらニット帽。おー、ニット帽、はい、これは海賊として圧倒的に強い。オーバーオールこれ片方下ろしてるじゃないですか。あ、そうだね、わしちょっと下ろしてみました。下ろすタイプなんですか。あの、セクシーゾーンの菊池風磨くんが、え、下ろしてたので下ろしてみました。わしのせいではない。もう片方下ろしてるのがダサいとしても別にわしのせいではない。片方下ろす人ってなんかコンロが汚いって菊池風磨くん、コンロ汚いの。次行きましょう。次行くよ。これ行きます。次がこちらです。ででん。あれ、田中邦衛さん、子供たちがまだラーメン食べてる途中ですよか。ラーメン食べてる途中ですよか。私結構一番好きなコーデなんですけど。あ、本当に、はい、あ、よかったよかった。女性って結構季節感を気にする方が多いので、うん、このカーキ×ベージュっていう組み合わせが秋、お、季節感がある男性として好感度が高いかなと思って。お、じゃあこれ、そう思ってると思います。本当にわしこの、はい、これね、おつるさんとその下北行った時に着てたんだけども、これでも十分いいんですけど、全体のコーデ暗めじゃないですか、色が。うん、なのでちょっとパンツをね、もうちょっとロールアップして。あ、もうちょっとロールアップ。靴下の部分見せると、お、足首が出るだけでこうスッキリしておしゃれに見える。白いのね。はい、白いの、白の靴下出しましょう。戦国さん、私がまた勝手にちょっと合わせてみたんですけど。合わせてくれたのね。うん、ハンチング帽をあらかぶると、ちょっと上級者感が。あ、ほんとだ、はい、こう田中邦衛さんから下北沢のボルサリーノ下北沢のボルサリーノに下北沢のボルサリーノになるにはハンチング帽がいるのね。じゃあハンチング帽もこれは海賊として、あっとて、今のところなんかいい感じだね、わしのコーデ。すごいダサって言われるかなと思ってたけどもね。じゃあ次、こちらです。うん、今からレッド4回目みたいなストーリーを上げてる、まあ中学生までって言い過ぎて、ゼミに友達少ないタイプのやつ。そう言われるとわし、そんな感じ出ちゃってるね。うん、ポーズもちょっと調子乗っちゃったね。でもあのデニムと白っていう合わせ方はすごい爽やかでモテると思う。お、モテるんだね。でも多分ちょっとモテないんですけど。モテない、なんかどっち。のロゴとか好きなんですか、キザルさん。結構あ、なんかロゴあった方がおしゃれって思われるかなってわしは思ってるけども。まあ、こういうコーデって若い女性にはモテると思うんですけど、うん、ちょっと年上の女性にモテたいじゃないですか。まあわしそうね、もうだいぶ年だからね。ちょっと無地にするだけでやっぱり万人受けしやすいというか。こりゃやりすぎたね。ポーズのせいもあると思うんですけど、うん、なんかこう牛乳係で早く配り終わって調子に乗ってる化粧。え、これ待って、これわし20万人に見られるの。恥ずかしい。これどう。はい、これいいかな。午後2時のイオンにいる人の中では一番面白い。
イオンから出たいね。イオンにいるのが一番多分おしゃれに。わしがイオンから出ましょう、仙石さん。するためには T シャツめっちゃ可愛いじゃないですか。あ、これエミネムのジャケットを、はいはいはい、パンツと同じ色の、あ、セットアップと呼ばれる。知ってます。うん、海賊として圧倒的に強いセットアップだね。そのセットアップにすると、うん、こう T シャツの可愛さ。本当だ。めっちゃ良くない。本当だ。全然違う。化け物じみてるね。センスが。そうすればいいんだ。こっちはかっこいいよね。止めて話さない。まだあるんですけど。あ、まだあったね、そういえばわしね、うん、これですね。これはもうなんかちょっとあんまりでも何も言うことなくてシワが気になる。さっきまで干してた服取ってきたみたいな感じ。軽い気持ちでこの写真を撮ったね。じゃあわしがアイロンを買いましょう、仙石さん。この動画の収益で。今日の動画は以上です。チャンネル登録と、わしのチャンネルの登録もしないと今死ぬよ。高評価もしないと今死ぬよ。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。